シドヘイグはアメリカ合衆国カリフォルニア州フレズノ出身の俳優。1939年にカリフォルニア州のフレズノで生まれる。初期作品ではコフィーとセックスエクスプロイテーション作品で知られるジャック・ヒルの監督作品の常連であった。スキンヘッドのいでたちで数多くのホラーやサスペンス、セックスプロイテーション、 エクスプロイテーション映画に出演していることでも知られ、近年ではそういったセックスエクスプロイテーション作品に影響を受けて育ったクエンティン・タランティーノやロブゾンビといった監督の作品に多く寄与されている。特にロブゾンビ監督作品に関しては、クラインドハウス内のフェイク予告編のナチ新衛隊の狼女とハロウィン2を除くすべての作品に出演し、中でも マーダーライドショーシリーズで演じたキャプテン・スポールディングは近年の代表作である。2019年9月初旬、ロサンゼルスの自宅で転倒して入院、療養中に睡眠時のオート後、肺感染症に苦しんだ。2019年9月21日、感染の合併症により死去、80歳であった。ありがとうございます。